こんにちは、ルソレルです。今回は愛用しているジャミーウォレットをご紹介したいと思います。ジャミーウォレットはカルトラーレさんから発売されているめっちゃコンパクトな財布です。コンパクトながらめっちゃ使い勝手がいいんでめっちゃおすすめ、めっちゃしか言ってへん、めっちゃおすすめな財布です。私が今まで使っていたコンパクトな財布とも比較しているんで参考になれば嬉しいです。私が持っているジャミーウォレットは通常版ではなく栃木レザー版です。通常版は表面に傷が目立ちにくいように型押し加工がされてあります。カラーはメンズレディースとか栃木レザー版とかによってラインナップがちょっとずつ異なります。黒色はメンズラインにしかないんですけど、ファスナーがゴールドなんでかっこよくなりすぎず男女ともに持ちやすいと思います。開けるとこんな感じでお札を折らずに収納することができて、出し入れもスムーズにできます。お手入れは購入した当初に防水スプレーを振ったきりです。3年くらい使ってるんですけど、大きい傷とか汚れは見られないです。使用頻度の高いカードはここに入れてます。小銭入れは L 字ファスナーに加えてマチ付きのためガバーって開いてくれます。今多分小銭10枚ぐらい入ってると思うんですけど、もっと入れても大丈夫です。まあちょっとホックが止めにくくなりますが、小銭ケースの中にもカードポケットがあります。普段は4枚収納してるんですけど、5枚でも大丈夫そうでしたが、ちょっと取り出しにくかったです。まあ革が伸びたらいい感じになるかもしれません。中身が入った状態でだいたい 2.5 センチくらいです。薄い。ここからは私が以前使っていたコンパクトな財布との比較です。真ん中が今回紹介したジャミーウォレット、右の白色の財布がヒッチハイクマーケットさんのもの、左の茶色の財布がハンドメイド作品です。まず価格ですが、ダントツでハンドメイド作品が安いです。ですが、まあ、他も1万円からだいたい2万円ぐらいなので、めっちゃ高いというわけでもないです。縦横のサイズは3つともほぼ一緒でした。ジャミーウォレットが全体的に5ミリくらい大きいです。まあ誤差ですね。その代わり厚みは結構違いがあって、一番薄いヒッチハイクマーケットさんのものが1センチ、一番分厚いハンドメイド作品のものが3センチで、ジャミーウォレットはその間の2センチです。正直ヒッチハイクマーケットさんの薄さが最強すぎて、ジャミーウォレットを買うとき結構悩みました。しかも通販だったんで、まあ、そりゃ1センチと比べると分厚いんですけど、でも十分薄くてコンパクトです。重さは大きい金具がついてる分、ハンドメイド作品が 100g くらいなんですけど、残り2つは 60g、70g と軽いです。ジャミーウォレットいかがだったでしょうか。ちゃんと魅力が伝わってるかどうかわからないんですけど、ほんまにコンパクトで、それやのに使い勝手がめっちゃいいお財布です。小さい財布を求めてる方はぜひチェックしてみてください。この後はおまけで、動画でも出てきた今まで使っていた財布の紹介になっています。もう一つは廃盤になっちゃってるんですけど、よかったら見ていってください。まずはヒッチハイクマーケットさんのミニウォレットです。カードポケットは6つあります。当時は1ポケット2枚ずつぐらい入れていたと思います。見かけによらず大容量です。薄いんですけど作りはしっかりしていますし、糸のほつれとかも来てないです。小銭ケースは背面についてます。この小銭ケース見た目以上に入るんですけど、大きく口が開かないです。このお財布の唯一の使いづらかった点ですね。まあ当時から電子マネー派だったんで現金はあんまり持ってなかったんですけどね。ガラスレザーのおかげで汚れがつきにくくて、4、5年使ってたんですけど、まあどぎつい汚れはないです。ハンドメイド作品はアールスフェボリットさんの身軽に決めたい時のコンパクト財布、ピー式プリズムレザーです。中は3つに分かれていて、真ん中にファスナーがついてます。当時はこのファスナーが L 字やったらなと思いながら使ってました。お札も折らないと入れれないんで、他の2つと比べるとちょっと使いづらいんですけど、それでもめっちゃ可愛いんでお気に入りです。なんとなくおしゃれしたい時はこの財布を持って出ることもあります。ちょっとしたパーティーとかにも良さそうですよね。特
ところで、ちっちゃいカバン買うと大体店員さんがちょっとしたパーティーとかにも使えますよって言ってくれるんですけど、ちょっとしたパーティーってどこでやってんの？今まで一回も行ったことないねんけど、こうみんなお菓子以外のパーティーってそんなに身近なんですかね？まあ何にしろとっても可愛いんで、概要欄にリンクを貼っておくんで、ぜひチェックしてみてください。